水路沿いにある小規模な緑道緑地とは都市計画。法律用語としては交通や建物など特定の用途によって占有されない空地を空地のまま存続させることを目的に確保した土地を意味する。一般には樹木、草花などの緑で覆われた土地を指すが、実際は農地などの裸の土の地面や水面も含むことが多く、そのため空き地イコール王とほぼ同義である。 この意味の緑地には公園、広場、墓園などが含まれ、必ずしも植物が生えている必要はない。もちろん、関東大震災において、緑化植栽のなされていなかった、被覆交渉跡地で多数の死者が出たことに学び、この後の成立時にはすでに空地は植物に覆われている、非除地であれば、名を良いとされている。緑地を確保し、市民に貸し与えて、 市民農園のようにして使うこともできる。また、河川沿いや、配線跡などのスペースを活用した歩行者、専用道路、自転車専用道路などは、一般的に緑道と呼称されている。立法府、行政府において、専門用語の緑地と、一般用語の緑地が混用されている結果、比較的新しい法律や条例、各種行政観光物などでは何を意味しているのか、 反読不能なことが多い。日本では、公園緑地事務所、公園緑地協会、公園緑地設計業務委託、公園緑地系統など、公園と緑地をセットにした、公園緑地という言葉が使用され、一方で、緑地公園という名称の公園も全国に数多く、ある。公園専門用語としての公園にある通り、都市計画学や造園学などの分野で、専門用語として使われる。 公園実体英語パブリックパークの訳語で、緑地の位置形態であり、都市公園法で、都市公園の中には、干渉緑地、都市緑地、緑道が定められている。このように公園と緑地との違いはどうなのか、ということは、今日でさえ明確な回答が出ていない。同じようであるようにも考えられ、そこに多少ニュアンスの違いがあるようにもとられている。ただ簡単に説明すれば、 公園のうち都市公園については、都市民の保健給養に端的直接に役立てるもので、あるから施設本位となるのに対し、緑地は面積もかなり大きくなる場合公園の機能をも持つ上に、さらに都市防衛、都市の課題化防止策等を兼ねた土地という広い意味をも持つ。したがって、密度の高い施設等は必要とせず、農耕地、ソリン、水面、草地など、 自然のままの形態を残しつつ、利用に供される映像物ということになる。都市計画法での緑地は、東京緑地計画の有力地よりも狭い還元であり、自然の地形、風地を生かし、あまり施設整備をしない大公園という趣旨である。専門用語としての起源は、ドイツの都市計画図で確保された空地が緑色で塗り分けられることから発生した。 緑地に対応する日本語として造語されたらしい。東京市が郊外公園構想を樹立しこれを実現させた頃には緑地という言葉はないが、1885年の東京市区改正審査会で公園について人口中密の都府に遠林及び空地を要する派その因由一ならずといえどももうんぬんと審議されていて、さらに遠林空地をシフの内外に 設置して常に無価の政風を痛みに供給するの多球、無べきの道なし、欧州市大府に現存する空地及び美公園の比例を、軽げてその参照に、ともとし、公園とは区別される空き地というものを別に考えていて、これが日本における、緑地概念の最も早い発想として位置づけることが、できる。ここでこの用語は、すべての公園を含むと同時に、 他の緑の土地を含むように考えられるとしていた。1930年にドイツ語に官能な内務技師、北村徳太郎が都市計画の用語として命名し、昭和7年10月に設置された東京緑地計画協議会で公式に使用したとする文献が残っている一方で、当時 E 沼一章は英語のオープンスペースの訳語として自由空地を同様の意味で用いていた。 前島康彦によると、佐藤正が自由空地と緑地という言葉について、池田博士、大谷令城、上原啓治、関一等各人が使用している旨を克明に調べ上げた上で、緑地を概念的に明確化したのは、飯沼、北村の両人であろうと、博士論文や著書、日本公園緑地発達史で指摘していること、そして緑地という言葉の所見は、 大正13年7月、都市公論誌七巻七号に載せられた内務省都市計画局試案として発表された公園計画基本案において都市公園の説明の中に出たものであるとしている。他に都市計画図上の色の塗り分けにちなむ後には赤字、青字、白字があるが法律用語等になったものはなく正式の文書等で使われることはない。英語でも都市計画用語として グリーンフィールドランドという表現がある。これも直訳によって、緑地となりうるが、空地と、ほぼ同義であり、北村の緑地とは、意味が違う。英語ではさらに、過去に、建物があった空地を、ブラウンフィールドランドとして区別している。また、フランスでは、エスポセラバーという概念が早くから定着している。事実、用語の混乱を避けるため、昭和八年の東京緑地計画協議会によって、 グランンフレイクやオーープススペースに近い意味で再定義されれ統一が図られたこの空地とは土地タルと水面タルトを問わず、すべて永続的に空き地であることを要し、分譲予定地、商工業地予想地などは、たとえ未建築地であっても、緑地ではないのであるが、この言葉自体当時としては、専門家以外はほとんど周知していなかったので、こうした定義を付したのである。 緑地の基準や計画案の作成といった東京緑地計画協議会の一連の作業を決定した内容は要すれば新しい地域計画を導入した緑地を含めて規制市街地の公園をも包含していることが言えこれが日本で初めて試みられた地域内外の公園緑地設置の指針を示したものと言える法による緑地の分類 編集関連法令協定条例等による物施設緑地の事例。編集都市公園都市公園以外詳細は東京緑地計画を参照1939年に作られた大東京における緑地帯、経営地等を含む総合的な緑地計画。日本の都市計画及び内容及び同計画における緑地の分類は東京緑地計画を参照。なお、 東京緑地計画を端緒とした日本各地の大緑地についても東京緑地計画参照。その一方で一般向けの辞書の類においては字の印象から過去転石によったかは不明であるが植物に覆われた土地を第一にに挙げる緑地を造園学都市計画学の家でもある北村飯沼良名は心臓語として掲げていることから1930年代当時 一般の用法として、この意味で使われていたとは考えにくい。新旧いずれの都市計画法においても、緑地の定義は書かれていないが、首都圏近郊緑地保全法、都市緑地保全法では、緑地を、樹林地、草地、水辺地、岩石地もしくはその状況がこれらに類する土地が、単独で、もしくは一体となって、またはこれらに隣接している土地が、これらと一体となって、 良好な自然的環境を形成しているものを言うとして、英語のグリーンフィールドランドに近い意味で定義している。このため、法律内限定で都市計画法等と違う意味で緑地を使用することの宣言を行っているという見方と法律中の定義が正式の合議であるという見方が混在することとなった。 後の都市緑地法では、都市緑地を都市の自然環境の保全や景観の向上を目的として、都市計画で定められる緑地の意味で用いているが、今日では都市計画の専門辞典においても、一般辞書の語義を用いている例もある。緑地資源とは地域に残っている木林地、竹林、草地、農地、水辺などを環境維持。 改善のための貴重な資源と見る考え方で、具体的には、資源の種類、所在地、規模、内容、基重度などを調査、評価して、地域景観計画、環境基本計画などの立案の参考資料としている。緑に覆われ、緑を楽しみながら、安全に歩けるようにしている歩行者専用道路や、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路などを緑道といい、 都市公園の種類にもある。緑道は緑のネットワークを作る上で重要な要素である。帰省市街地では消火栓や水路沿いの環境を活用したものも多く、ニュータウンなどでは意図的に取り入れられる場合もある。このほか、鉄道の配線跡や線路の移設に伴い生じたスペース、さらには高圧電線の下部空間を有効利用したものなどもある。ありがとうございます。